ヘブンリーヘリー。なんか随分山奥まで来たな。合宿所までもうすぐだと思うのですが。なかなか着かないね。センターを決める合宿って何をするんだ？山奥の密室に閉じ込められて、食べ物も水も与えられず、干からびるまで踊らされるんだよ。そんな、なんて恐ろしい。どんな拷問だよ。だってあいつの目的は僕らを、ダンセルを苦しめることなんだから。ダンセルへの妬みを発散させるための合宿になるんだ。そうに決まってる。まあ若干被害妄想入ってる気はするが、相手がソルさんじゃ厳しい合宿になりそうではあるな。ソルさんは世界的なダンサーですからね。きっと僕たちが逃げられないように山奥を選んでるんだよ。何にせよ地獄の繁忙期と比べればよほどマシですよ。繁忙期？何？繁忙期そんなヤバいの？知らなくていいこともある。そう言われると気になるんだけど。お願いザイル、思い出させないで。心臓がバクバクしてきた。ああ、わかった、もう聞かないって。なんつうか、人間が生きてよかったな、お前ら。セラフィライトとゲミロウ、略してセラゲミ。はい、読んで。え、台本ではソルさんが。任せた。自由すぎる。こんにちは、私たちはインフェルノテラーです。本日はソルさんと私たちインフェルノテラーで、こちらの美しい湖畔からダンス合宿の風景をお送りいたします。カメラさん見て見て、かわいい木のお家。こちらが私たちが宿泊するロッジです。通常は予約5年待ちのところ、今回は特別に貸し切りで宿泊させていただきます。絵本に出てきそう。中もすっごく広いんだって。露天風呂もついてる。え、マジですか、超豪華。すぐ近くに川もある。あ、今魚跳ねた。自然豊か。本当にここで合宿するのか。なんかもっと施設みたいなとこを想像してたよね。素敵な山のリゾートって感じ。ちょっとだけ安心したな。それでは早速レッスンへと向かいましょう。はい。ソルさん、ダンスレッスンはどちらへ？川。川？まずは川。冷たい。気持ちいい。あれ、何やってるんだ？川に足をつけていますね。遊んでるようにしか見えないんだけど。もしかして、お、もしかしてあれは筋トレの一種。筋トレ？ほら、水泳だよ。前にエルゴンがね。ああ、水の中は抵抗と水圧があるから、陸とは異なる負荷がかかる。筋肉の向上が期待できる。つまりあれは水泳で足首を鍛えてる。なるほど。ダンスは足首を使うからな。よし、行こう。ダンセルとザイールも。ええ、行きましょう。おお。次はお昼のカレー。カレー？うん。お肉たくさん入れて。ルーは甘口。よろしく。よろしくって、自分は作らないつもり？もしかして、チームワークを試している。なるほど。それはある。僕お米炊いてくるから。じゃあ僕は火起こしてくる。野菜を取ってこよう。ちょっと待ってください。ペギー、飯盒の経験は？飯盒？野外で炊飯する際に使われる道具です。炊飯器でボタンを押すだけだと思ってた。それとダーリョも、火起こしは体力勝負です。僕、体力は結構ある方だよ。結構どころじゃないだろう。ファンに見せる姿としては
力仕事はエルゴンやザイールが適任かと。ダーリョンはインフェルノテラーの可愛い担当だからな。確かに自覚あったんだな。エルゴンとザイールは火起こし、ペギーは野菜を取りに行ってください。ダーリョンは私と飯盒の準備を。はい、よし、これでチームワークを見せるぞ。違和感感じてるの俺だけ？次はハンモックで昼寝。ハンモックで昼寝、一体どんな深い意味が隠されてるの？もしかして。もしかしない、これ絶対ソルさんがやりたいことやってるだけだから。え？インフェルノテラー集合。お前ら冷静になれよ。どう考えても今日俺らは楽しく遊んでるだけだぞ。でも深い意味が。川遊びは足首の筋トレではないし、俺らがカレー作ってる間ソルさん寝てたから。チームワークとか見てなかったから。ダンセルも気づいてただろう。すみません、皆さんが頑張っていたのでつい。言ってよ。一度ソルさんにきちんと聞いてみようぜ。ソルさん、すみません。ちょっと聞きたいことがあるんですけど。この合宿でセンターを決める、そういう話でしたよね。はあ、そうだよ。後で踊ってもらってセンターを決める。じゃあこの時間は何だったの？あんまり踊り関係ないというか、楽しく遊んじゃってたというか。頭の中がごちゃごちゃしてるといいダンスはできないよ。じゃあおやすみ。好きに過ごして。あのソルさん、寝てしまいましたね。これってつまり自由時間？好きに過ごしてってことはそうなんじゃないか。でも自由時間って言っておいて、本当は練習しておいてほしいのかも。真意がわからない。どうする？ここは一度それぞれ自由に過ごしてみましょうか。自由に？はい、お昼寝しても練習しても構いません。近頃はずっと忙しかったですから。ダンセルは？私は散歩に行ってきます。ここまで木々に囲まれた場所に来るのは初めてなので。僕も。ペギーはペギーのやりたいことをやってくださいね。僕はダンセルと一緒なのがやりたいことなんですけど。ま、あいつもたまには一人になりたいこともあるんじゃないか。ここのところずっと大変だったし。じゃあせっかくだしみんなで何か合宿らしいことやろうよ。合宿らしいことって例えば？例えば何？ザンイル、俺に振るのかよ。合宿といえば？合宿といえば？恋バナ？恋バナ？いやほら、みんなで布団敷いて誰が好きなのみたいな、アニメとかでよく見るだろな。たまるのだけはやめてくれ。恋バナあるの？ザイール。正直ないな。お前らは？ない。だよな。というか、この話あんまり良くないんじゃないか。アイドル的にグレーじゃない？はいはい、すみませんでした。別の話にしような。じゃあこの1年間で一番楽しかったこと、僕はね。自分で話すんだ。デビューしてお客さんの前で歌ったことでしょ。あとはみんなでレッスンしている時間も大好き。ザンイールがお歌上手なのも初めて知ったし。え？おう。突然褒められて動揺してる。あとねダーリョン、それじゃあ一番楽しかったことじゃない。あ、本当だ。一番なのに何個も話しちゃった。まあでも気持ちはわかる。デビューして いろんなことあったから。毎日楽しい。俺はもともとお前らに巻き込まれたっつうか、
マジで俺がアイドルなんて慣れっこないって思ってたけど、でもまあ誰かに押されるっていうのも悪くないな。僕も B ポイントを貯めることたまに忘れちゃう。え、そうなの？何そのリアクション。ペギーも意外と楽しんでるんだな、アイドル。僕もダンセルが言うから始めたけど、まあでもステージの自分は嫌いじゃないかも。へえ、なんかいいこと聞いちゃったな。でもセンターは嫌だな。責任重大だし、そもそもダンセルより適任な人なんていないでしょ。それはそうだな。でもお、そうやっていつもダンセルに負担をかけてきたのかもしれない。え？ダンセルの指示に従っていればうまくいくって言い訳して、自分で考えることを放棄していたんじゃないか。俺たちは今日もカレー作る時とかダンセルが誘導してくれないとうまくいかなかったよね。でもそういう大変は分け合うべきだろう。1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8。もう一度最初から。自主練？ソルさん、頭空っぽにしてって言わなかった？していますよ。なってないよ、わかる。ああ、わかった。何ですか？君って何かしている方がいろいろ考えずに済むタイプだ。だからリーダーの仕事頑張ってるんだ。リーダー君の頭をいっぱいにしてるものって何？チャンネル登録、高評価、ツイッターのフォローをすればきっとあなたも天国に行ける。